アポロ17号はアメリカ合衆国のアポロ計画における最後の飛行である。現在、史上6度目にして最後の有人月面着陸を行い、また地球周回転軌道を超えて人類が宇宙を飛行した最後の例となっている。また、アポロ宇宙船を月面着陸という本来の目的で使用する最後の飛行ともなった。同宇宙船がこの後に使われたのは、 スカイラブ計画とアポロソユーズテスト計画のみであった。船長友人サーナン、司令船操縦士、ロナルド・エヴァンス、月着陸船操縦士、ハリソン・シュミットの3名を乗せて1972年12月7日にフロリダ州ケープカナベラルのケネディ宇宙センターから打ち上げられた。17号はアメリカの友人宇宙船としては初めて夜間に発射された。また、 サターン5型ロケットを有人飛行に使用するのは、これが最後のこととなった。この飛行は、アポロ計画の中では、J 計画に分類されるものであり、3日間の月面滞在の間に月面車を使用して、広範な科学的探査を行った。サーナント・シュミットは、タウルスリットロー警告で3度の船外活動を行い、サンプルを採集して、 アポロ月面実験装置群を設置した。一方この間エヴァンスは指令、機械船に乗り、月周回軌道にとどまった。3人の飛行士は12月19日、約12日間の飛行を終えて地球に帰還した。タウルスリットロー渓谷への着陸は、17号の本来の目的を念頭に置いて決定された。その目的とはすなわち、雨の海を形成した。 巨大隕石の衝突よりも古い月の高地の資料を採集すること。比較的新しい火山活動が周辺であった可能性について調査することであった。谷の北部と南部にあるが安璧では高地のサンプルを採集できることが期待され、また谷の周辺にある暗い物質に囲まれたいくつかのクレーターでは火山活動の痕跡を発見できる可能性があったため、この地が 着陸地点に選ばれた。17号はまた、最も長く宇宙に滞在し、最も長く月面活動を行い、最も大量に月面からサンプルを持ち帰り、最も長く月周回軌道に滞在した、などのいくつかの記録を打ち立てた。17号の搭乗員には、本来は、サーナン、エヴァンス及びジョー・エングルが指名されるはずであった。この3名は、アポロ14号で、 予備搭乗員を務めていた。アングルは極超音速実験機 X-15 のパイロットとして16回飛行し、最高時速7 2 7 2トル最高到達高度8 5 5トルの記録を打ち立てたことのある人物だった。一方でシュミットはアポロ15号の予備搭乗員を務めていた。アポロ計画の飛行士のローテーションでは、 予備搭乗員はその3つ後の飛行で本搭乗員を務めるという規定があり、これに従えばシュミットはアポロ18号で月着陸戦操縦士を務めることになっていたのだが、18号は1970年9月に中止が決定された。この決定を受け、科学者らの協会は17号では宇宙飛行士に訓練で地質学を学ばせるのではなく、 地質学者そのものを月面に赴むかせるようなさに圧力をかけた。この科学者からの要望を考慮して地質学の専門学者であるシュミットが着陸船操縦士に指名された。この変更を受け17号の残りの搭乗員には誰を指名するかという問題が発生した。15号の予備搭乗員であったリチャード・ゴードン。 バンスブランドをシュミットと共にスライドさせるのか、もしくは14号のサー・ナント・エヴァンスをそのまま登場させるのかという選択に迫られたが、NASA の飛行人事部長だったドナルド・スレートンは最終的にサー・ナント・エヴァンスを指名した。当初変更後17号はアポロ計画最後の飛行であり、予備搭乗員がその後に飛行することはなかったため、当初は15号の本搭乗員が指名されていた。 だが1972年初め、スコットラが金銭的な報酬と引き換えにつきに記念切手を持って行ったという事実が発覚し、NASA と空軍から懲戒を受けたため、飛行人事部長のスレートンは彼らを任務から外し、代わりに16号の本搭乗員だったヤングとデューク、そして14号の本搭乗員で16号の予備、搭乗員だったルーサを指名した。気象の中で、 最も特徴的なのは、ギリシャ神話の太陽神アポロンと、背景に描かれたアメリカを象徴する、鳥白島ワシである。ワシの中には、星条期を表す赤い横線が引かれ、その上の三つの星は、宇宙飛行士を象徴している。背景には月と土星、そして銀河が描かれ、さらにはシの羽の一部は月にかかっていて、人類がそこに降り立ったことを示唆している。アポロンとワシの視線が、 外宇宙に向けられているのは人類の宇宙開発の目的地がそこであることを表している。気象の色には正常期を構成する色である赤、白、青と共に17号から始まるであろう宇宙飛行の黄金時代を象徴する金色が含まれている。太陽神の顔はベルベデーレのアポロンと呼ばれる彫刻が元になっている。この気象は飛行士たちの意見をもとに イラストレーターのロバート・マッコールがデザインした、オンタリオ州サドバリーで地質学の訓練に参加するサーナン。1972年5月、17号はその前の15号や16号と同様に、月面に3日間滞在し月面車を使って、科学的探査の能力を向上させた J 計画に分類されるものであった。アポロ計画では最後の飛行となるため、 着陸地点の選択においては、未だ訪れたことがないような場所であることが、最重要項目として挙げられた。第一の候補であったコペルニクスクレーターは、12号がすでにその場所が、形成された時の隕石衝突の生成物を持ち帰ってきており、また他の飛行でも雨の海周辺のサンプルは、得られているという理由で除外された。月の高地にあるティコクレーターも考慮されたが、 地形が荒く着陸には適さないという理由で却下された。また月の裏側にあるツヨルコフスキークレーターは技術的な問題や月面活動をする際の地球との通信にかかる費用の点などが考慮され除かれた。さらに、避難の海の南西部はソ連の宇宙船でも容易に接近できるという理由で候補から外れた。事実、 17号の着陸地点が決定した直後に、無人探査キルナ20号がその場所に降り立ち、30g のサンプルを持ち帰ってきたのである。こうしていくつかの候補が除外された後、最終的に、アルフォンサスクレーター、ガセンリクレーター、タウルスリットロー渓谷の3つが残った。最終決定をするにあたって、考慮に入れられたのは、17号の根本的な飛行目的だった。 その目的とは、雨の海から相当程度離れている月の高地のサンプルを採集すること若い火山活動の生成物を採集すること指冷戦がつき、周回軌道上から月面を観測する際、その領域が15号や16号のものとはあまり重ならず、なるべく新しいデータを得られるようにすることであった。タウルスリットローが選ばれたのは、 他人の南壁で起こった地滑りの残余物から古い高地の物質のサンプルを得られるかもしれないと予測されたことや、その地域で比較的新しい時代に噴火活動が起こった可能性があったからだった。リットローは15号の着陸地点と同様に月の海の周辺に位置していたが、その利点は欠点を上回ると考えられたため、17号の目的地と決定した。 17号ではアポロ計画で唯一横断重力系実験が行われた。この装置は飛行士が船外活動をしながら着陸地点周辺の様々な場所の相対重力を測定するようマサチューセッツ工科大学のドレーパー研究所によって作られたものだった。科学者らはこの装置で得られたデータを着陸地点と周辺地域の地質学的構造に関する情報を 集めるために使うことになっていた。それ以前の飛行と同様、飛行士らは月面でのサンプル収集、宇宙服の使用方法、月面車の操作、地質学の学習、サバイバル訓練、地球への帰還時の会場からヘリコプターへの回収、機器の操作など、広範な訓練を行った。前日の通り、横断重力計実験は、アポロ計画の中では17号でのみ行われた。 ものだった。重力法は地球での地質学調査で有用であることが証明されており、この実験の目的は同じ技術を月の内部構造を探るために使うことが可能であるかを検証することだった。この計測器を使って着陸船の近辺を及び探査ルートの様々な位置で測定値が得られた。記事は月面車に搭載され、月面車が動いていないときか、 または計測機が月面に置かれている時に飛行士がデータを測定した。計測は3回の月面活動の中で合計26回行われ満足な結果が得られた。一方でアルセップの中にも重力計があり月面に設置されたがこちらの方はついにうまく機能することはなかった。17号の科学機器搭載区画。月周回軌道上で着陸船から撮影。 機械船内部は中心から6つに等分割されており、その中の第1区画が化学機器搭載区画に割り当てられていた。シムは月面電磁サウンダー、赤外放射計、紫外線分光器という3つの主要な実験装置から成り立っており、また地図作成用カメラ、パノラマカメラ、レーザーコード計なども搭載されていた。月面電磁サウンダーは月の表面に向けて 電磁波のパルスを放射し、地下 1.3km までの月の内部構造に関する地質学的データを得るものであった。赤外放射系は月の表面の温度分布図を作成し、いわば地殻の構造差、火山活動の痕跡などの特徴を明らかにする目的で設計された。原子外線分光器は月の蘇生や密度及び月の大気のデータを取得するために使用された。 また、この分光器は太陽から放射され月面で反射した遠紫外線も検出するように設計された。レーザー高度計は宇宙船の高度を誤差2メートル以内で測定し、そのデータをパノラマカメラと地図作成用カメラに送信するように設計された。アポロ計画の宇宙飛行士たちは飛行中にまぶたを閉じていても閃光が目の前を走るのを目撃していた。 ミナズマ、光点などと呼ばれた。この光は宇宙船内の光量が落とされた睡眠時間中によく観測された。その頻度は1分間に2回ほどで月に向かう軌道上、月を周回する軌道上、月から帰還する軌道上で発生したが、なぜか月面では観測されなかった。この現象は宇宙船と関連するものと見られており、それを検証すべく。 NASA とヒューストン大学の共同で実験が行われた。16号でも実施されたこの実験では、飛行士の一人が測定器を身につけ、装置を貫通した高エネルギー素粒子の時間、強度、軌跡などが記録された。分析結果は、この先行現象が過電粒子が網膜を通過することにより、発生するのではないかとする仮説を指示するものであった。 月面での廃棄地点に置かれた月面車。車両右後部の氷得アンテナの上にあるのが月面電気特性の受信機。17号で唯一行われた実験の中に月面電気特性実験があった。この実験機器は2つの装置で構成されており、1つは着陸船の近くに設置される送信アンテナ、もう1つは月面車に搭載されている受信アンテナである。 送信アンテナからは、電気信号が発信される。信号は地中を伝わり、着陸船から離れた場所を移動している月面車が、それを受信する。発信された信号と受信された信号を比較することにより、月の土壌の電気的特性を解明することが可能になる。実験の結果は、月の石の蘇生とも矛盾せず、月の地層の表面2キロメートルは極めて、 乾燥していることを示すものだった。17号では、15、16号に続いて、月面車が使用された。月面車は、ステーションの間を単に移動するだけでなく、月面探査のための道具や、通信機器、採集したサンプルなどを運んだ。また17号の LRV には、横断重力計や月面電気特性の受信機などが、 搭載されていた。17号の月面車の総走行距離は約3 5 9トル総走行時間は約4時間26分だった。サあなんとハリソンは着陸船から最大で7 6トル離れた。17号では宇宙船が生態に与える影響を調査するための動物実験が行われた。この実験では 頭皮のもとに放射線測定器が埋め込まれた5匹のポケットマウスが宇宙に連れて行かれた。このネズミが選ばれたのは観察が良いで体が小さくて体重も軽く隔離された状況に保つことができ環境的なストレスに耐える能力があったからである。飛行終了までに4匹が生き残ったが1匹については死因は不明である。4匹は 後の研究で頭皮と肝臓に病変があるのが発見されたが、双方に関連性は見られず、宇宙船の影響によるものではないと考えられた。また網膜と内臓には何の異常も見られなかった。脳については17号の科学的中間報告書が発表された時はまだ解剖されていなかったが、その後の研究では特に影響は見られなかった。17号の発射。 1972年12月7日。17号は1972年12月7日午前0時33分、ケネリ宇宙センター39アンペア発射台から打ち上げられた。サターン5型ロケットで有人飛行を行うのは、これが最後のことであり、またアポロ計画では唯一夜間に打ち上げが実行された。発射30秒前に、 自動停止装置が作動したことにより予定が2時間40分遅れたが原因は小さなエラーであることがすぐに突き止められた。技術者が対処し秒読みは打ち上げ22分前の状態から再開したがハードウェアの故障で打ち上げが遅れたのはアポロ計画ではこれが唯一の事例であった。発射は成功し宇宙船は正常に地球周回軌道に乗った。 深夜であるのにもかかわらず、センター周辺にはおよそ50万人の見物人が訪れたものとみられた。ロケットの炎は8 0 0ートル彼方からも確認され、マイアミでは北の夜空を赤い鉱石が横切るのが目撃された。午前3時46分、第3弾 SE 部,部のエンジンが再点火され、宇宙船は速度を増し付けへの軌道へと投入された。十二月十日、 機械船の主エンジンを点火し、宇宙船は月周回軌道に侵入した。安定した軌道に乗ると、飛行士らはタウルスリットロー渓谷への着陸の準備を開始した。着陸船、チャレンジャーを、指令、機械船から切り離した後、サーナント・シュミットは軌道を修正し、タウルスリットローへの降下の準備を始めた。一方その間、指令船操縦士のエバンスは、軌道上に残り、 月面の観察や実験を行い、数日後の仲間の帰還を待った。準備完了後、直ちに降下が開始された。数分後、着陸船は姿勢を月面に対して垂直にし、飛行士らは目標地点を目視することが可能になった。サーナンが理想的な着陸地点を探す一方で、シュミットはコンピューターからのデータを読み上げた。12月11日午後2時55分。 チャレンジャーは月面に着陸した。二人の飛行士は直ちに船内を月面滞在モードに設定し、第1回船外活動の準備を開始した。月面に立つサーナン。1972年12月13日。第1回船外活動は着陸からおよそ4時間後の12月11日午後6時55分に始まった。飛行士らの最初の任務は月面車や その他の機器を着陸船の格納庫から下ろすことだった。月面車を組み立てているとき、サーガンは誤ってハンマーを引っ掛けて、右後部のフェンダーを破損させてしまった。同じことは16号でもヤング船長がやっており、さして深刻な問題とは言えなかったものの、このおかげでさ、なんとシュミットは走行中に、月面から跳ね上げられる砂ぼこりにまみれることになってしまった。 ダクトテープで折れたフェンダーを貼り付けようとしたが、うまくいかず、計画終了までテープは砂ぼこりに耐えることはできなかった。その後飛行士らはアルセップを着陸地点のすぐ西に設置した。作業終了後、両名は最初の地質学的探査に出発し、14kg の資料を採取した。また7カ所で重力計の測定をし、2カ所に爆薬をセットした。 これは後に地上からの遠隔操作で爆破され、その振動を17号以前の飛行で月面に設置されたカエブリキや地震計が感知した。船外活動は7時間12分で終了した。17号の着陸地点。2011年、ルナーリコネッサンスオービターが撮影。17号が採集した月の砂。十二月十二日午後六時十八分、サナンシュミットは、 第2回船外活動を開始した。この日の最初の任務は、前日破損させてしまった月面車の右後輪のフェンダーを修理することだった。クロノパックという4枚の地図をダクトテープで貼り合わせ、走行中に砂が降りかからないよう後輪フェンダーに固定した。今回は、峡谷でオレンジ色の土壌を含むいくつかの異なる種類の資料が発見された。 7時間37分の活動の間に 34kg のサンプルを採集し、アルセップで3つの機器を設置し、7箇所で重力計の測定をした。アポロ計画において最後のものとなる第3回船外活動は12月13日午後5時26分に開始された。今回は 66kg のサンプルが採取され、9箇所で重力計測定が行われた。 活動終了前に飛行士は隠れ祈願を採集し、それをテキサス州ヒューストンの管制センターに投じ、参加していた複数の国々に捧げた。また着陸船の足にはめ込まれていたアポロ計画の業績を称える名番の王位が外された。最後に着陸船に帰還する前、船長ジーン・サーナンは自らの思いを次のように表した。私は今、月面にいます。 そして人類として最後の足跡を残して故郷に帰りますが必ずまた戻ってきます。それは決して遠くない将来であると信じます。私は歴史が記録に残すであろうと信じているとだけ言いたいと思います。それはアメリカの今日の挑戦が人類の明日の運命を切り開いたことです。我々はここに来た時と同じようにここ月面のタウルスリットルを去りますが 神のお心のままに、すべての人類のための平和と希望とともに、私たちは必ず戻ってきます。17号の搭乗員たちを神が見守ってくださいますように。約7時間15分の船外活動を終え、サーナンは着陸船に帰還し、シュミットも後に続いた。17号の着水後の回収作業。十二月十四日午後五時十五分、サーナンとシュミットが乗るは、 月面から離陸し、軌道上で待機するエバンスが乗る指令、機械船とのランデブーと、ドッキングに成功した。上昇段は地球に持ち帰る機器やサンプルを移し替えた、後密封され、12月15日午前1時31分に、切り離された。その後、地上からの遠隔操作で月面に衝突させられ、その衝撃を17号やそれ以前の飛行で月面に、 設置された地震計が計測した。12月17日午後3時27分、地球への帰還途中でバンスは1時間7分の船外活動を行い、機械船の科学機器搭載区画から露光フィルムを回収することに成功した。12月19日、役目を終えた機械船が切り離された。17号はもはや司令船のみとなり、大気圏再突入に備えた。 午後2時25分、17号は太平洋に着水した。海州船タイコンデロガからは 6.4km の地点であった。サーナン、エバンス、シュミットラはヘリコプターにホイストされ、着水から52分後に艦上の人となった。ジョンソン宇宙センターに展示されているアポロ17号司令船司令船、アメリカは現在はテキサス州ヒューストンにある。 ジョンソン宇宙センターのヒューストン宇宙センターに展示されている。着陸船、チャレンジャーの上商談は、1972年12月15日午前6時50分20秒、8に月面上北緯19度58分統計30度30分、北緯19.96度統計30.50度、19.9630.50に衝突した。加工弾は、 着陸地点北緯20度11分27秒、時計30度46分18秒、北緯20.19080度時計30.77168度、20.1908030.77168に減存している。2009年と2011年に、ルナーリコネサンスオービターは17号の着陸地点をより低軌道から撮影した。 17号の飛行計画の一部は、1998年、HBO 制作のテレビシリーズ、フロムジャース、人類、月に立つの中で、第12は、ガツ世界旅行というタイトルでドラマ化されている。ホーマー・ヒッカムの1999年の小説、ガツへの帰還の導入部は、17号の第2回月面活動から始まっている。この小説では、 飛行士が発見したオレンジ色の土壌が物語の大きなヒントとなっている。ダグラス・プレストンの2005年の小説、ティラノサウルスの峡谷は17号の月面活動の描写及び公式記録に残されている。その時の飛行士の会話から始まっている。また17号の飛行士をイメージしてフィクションとして最後に月面を歩いた男を描いた映画や小説。 テレビドラマは数多くある。その中の一つがテレビドラマ600万ドルの男の主人公スティーブ・オースティンである。このドラマの原作となった1972年の小説サイボーグではオースティンは17号の飛行で遠ざかる地球を目撃したことを記憶しているという設定になっていた。1998年の映画ディープインパクトでは ロバート・ディヴァルが演じる宇宙飛行士、スパージョン、フィッシュ・タナーは、モーガン・フリーマンが演じる大統領の共同記者会見の場面で、月面を歩いた最後の男と描写されていた。アニメ、アルドノア・ゼロでは、17号が月面で、地球と火星をつなぐ滅亡した古代文明の遺産、ハイパーゲートを発見したことになっている。この発見は、物語の歴史改編 SF における分岐点と、 なっているありがとうございます。